声優としてデビューしたての頃に初めの一歩に出会い、闘争心をもらっていたという増田さん、当時のことを深掘りしちゃいます。でこの初めの一歩を読んだ頃っていうのは、はい、もう声優さんとしてデビューはしてたデビューしてます、はい、わけですよね。その前から例えば声優さんになろうと思った段階からもうすんごいいろんなことを考えちゃうタイプ。あーどうすかね、どっちかというとプロになった後かもしれないですね。じゃあなったのはもう少しなんか勢いとかそういうものも関係してた。そのデビューの時はやっぱりなんかこうなりてえっていう気持ちとか、うん、全く調べずに、うんうん、飛び込んだ世界ではあったんですけど、うん、実際飛び込んでみるとやっぱちゃんと社会じゃないですか。はい、はい、みんないろんなこと考えてて、うんうん、みんないろんなこと起こってくるんですよ、うんうんうん、なんであまあもうちょっと考えてやんなきゃいけないなとか、うん、考えてもやっぱ怒られるんで、うん、より考えなきゃいけないなっていうのが開始 3,4 年間ぐらいずっと続けて、うん、結果 4,5 年目に常時何でも考えるようになっちゃって、全てのこと、あ食事にしろ漫画にしろ多分何読んでても自分の仕事に何かこうヒントになるものを探しちゃってる自分はいるんで、うん、戦っちゃダメだからな。あそれも今もう考えた末に出た結論な感じがしますよ、はい、そうですね、うん、よく先輩に言われるんですよ、増田戦うなと。お僕もボクサーだったらよかったんですけどね。でボクサーだとね、あの生産に比べると選手生命短いと思うんですよね。いやまあそれぞれじゃないですか。え、うん、まあ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 。でも声優さんとしては息が長い方がいいですよね。どっちでもいいです。え、そうなの？あのものすごい当たり役がボーンってあってもう他のお仕事に移ってもいいかなみたいに思うことはあるかもしれない。あるんじゃないですか。ほー、うん、お自分の仕事を続けていく、今の状態を続けていくことだけが全てではない。前提としてそれしか道がないっていうことを決めつけない方がいいなっていうのは思ってきました。おちなみにミックさんも初めの一歩はやっぱり好き。はい、やっぱり鴨川会長が一歩なり高村なりを奮い立たせてくれる言葉っていうのが僕はすごく好きで、うん、漫然と日々を過ごすなとかですね、そういうことを言ってくれるので、僕みたいな家にいる方が好きみたいな人間はこういうものを読んで頑張らなきゃといつも思ってます。はい、今日今までで一番ミックさんの機嫌がいいです。